1958年のハンキューブレーブスでは、1958年のハンキューブレーブスの動向をまとめる。この年のハンキューブレーブスは、藤本定義監督の2年目のシーズンである。藤本大成2年目のチームは、球団創設23年前での初優勝が期待されたが、4月を5勝11敗1分で終える最悪のスタート。それでもこの年は前年後半に、 プロ入り初勝利を挙げた、秋元優作が十四勝四敗で最高勝率を獲得するなど、梶本モ夫や米田哲也に続く、投手陣第三のエースが誕生した。秋元、梶本、米田ら投手陣の踏ん張り、ロベルト・バルボン、河野・アキテルの俊足点二番コンビ、中田正弘、この年新人の、本、屋敷金吾といった、打撃陣の活躍で五月に十六勝五敗一分と、 勝ち越して、借金を返済。6月と7月と8月に、それぞれの連勝を記録して3ヶ月で、直近13を稼ぎ、周回層の難解をマークしたが、9月16日から1勝8敗と、大きく負け越す間に2連覇中の西鉄が13、連勝などで首位を奪還すると、チームは難解ともども西鉄に引き離され、73勝51敗6分の、 直近22ながらも3位に終わり藤本監督の悲願である優勝はならなかった。投手陣は秋元、梶本、米田らの活躍で53関東とリーグ1位で、防御率も西鉄、南海に次ぐ3位と好調だった。打撃陣はバルボン、コーノラが走りまくってリーグ1位の176盗塁をマークするも、長打不足に泣き41本塁打はリーグ4位に終わった。 ありがとうございます。